はい、じゃあ頑張っていきましょう。デッドバイデイライト。フレディが追加されてまだ1日経ってない。経ってないね。追加直後なので、フレディと当たる確率、かなり高いです。ああ、やっぱり。今回もフレディやね。かすかに子供の歌声が聞こえた。とにかく見つかってはいけないので動き出せへん。貧乏くじは引きたくない。作業始めたか。対フレディで、お、オッケー。対フレディで戦うためにパーク構成も結構変わりました。とにかくチェイスで逃げ切らなあかんから、見つかった後は全力疾走、跳ねで眠らされてる味方の状況を把握できないと辛いので絆、あとは悪夢から自力で目覚める手段の一つとしてセルフケア。一応他の種類のキラーに当たっても死なないパーク構成で。やばい、こっち来てるぞ。あ、来てるんじゃない、近いんや。大丈夫か、突然ここにで一人釣られた後のこの時間をすごい使わなあかんのよ。勝つためには今助けたら厳しいぞ。今これで助けてしまったら多分厳しい。この試合釣られてから体力半分切るまでの約1分間を大事に使わんと。大丈夫かな。そういえば、アップデートでスキルチェックの発生率がちょっと変わったみたいですね。工具箱とか救急箱とか持ってる時の方がスキルチェックが発生しやすくなったというか、素手の時の発生率が減ったんかな。追われてるね。あれ分かりにくいと思うけど首がグラーンって下がってるから、あの人は眠らされてる。今直しきるの怖いけどな。まあやるか。いや、怖いな。でも逃げ切ってるか。よし、どっち行こう。まあ、セルフケア持ってるんやったらほっとこう。冷たいようやけど、まとめて眠らされるのが一番つらい。起きてるか。ほい、ちょっと物陰じゃないけど、まあまあ大丈夫でしょう。ほい、向こうで寝た。いや、これは悪くないペース、これは悪くないペースやで。真ん中いつ直しに行くかやな。もう今行くか。あ、そこ、ちょっと待って、2階にもあるでしょ。2階とそこでもう一気に行けるかもな。いいぞ、今回いいぞ。釣られたのはどこ。え、やばいかも。
草が生えてないと。やばい、飛び降りた音聞かれたかも。なんやここ。あ、下り階段か。やり過ごせてるかどうかがさっぱりわからんのよな。よし、歌やんだ。はいはいはい。あれ、地下室か？どっかのタイミングで助けには行きたいけど。もう一回来た。これはやばいな。お、助けたか。お？大丈夫？あっち手伝った方がいいかな。あっちも発電機か。2階はおとりにして、こことあそこで一気に直すか。あれ、怪我してる。やばいやばい。うわ、あっち行ってるやん。マジか。いや、てくれてると信じよう。姿は見えんけど、はあ、抱えてくれたんやったら美味しい。ここで抱えずにやばいかもな。俺がじゃあちょっと走るわ。どうしよっかな。あ、しばかれてる。ポイントに目くらまして、トーテムやろう。一周してきてるやん。それなら、それなら釣られてる人を助けたいけど、でも今の感じやったら発電機やりきるか。発電機やりきろう。これはやりきってから。よし、近い。ちょっと待って、じゃあさっき起こすか。やばい。ああ、残り2人がおそらくゲートを開けてくれると思う。なんとか助けよう、あの人を。ゲート封鎖のパークじゃなかったらいいけど。どこあれ、ゲートが向こうやからこっち側走っても大丈夫やろ。ゲート開いてるかどうかやな。大丈夫かな。おい、来てるな。あ、俺か。くっそ、もう板ないの。板ゲート開いてないの。あ、追いかけてきてないか。開いてないやん、ゲート。マジか。こうなったらスキルチェックも何もないからな。うわ、地獄や。こ、悪夢見てると作業速度が半分になるから厳しいな。そこでやった。ああ、抱える、抱えないか。おお、そうやんな、そりゃそうやわ。俺じゃあ離れる。まだ俺釣られてないから。もう一個のゲートどこや。来てるわ。
あーかん、あいつらから離れようと思ったらこっちしかない。そうで、ここでつらないフレディになられた時にめっちゃきついねんな。俺のことはほっといて、ゲートなんやったらもう片方のゲート行ってもらった方がええかもな。お、持ち上げてくれたんなら OK。 ゲートはもう開いたかな。ゲートが開いてしまったら封鎖を持ってない限りは、封鎖を持ってない限りは強くね。あの人が寝た。今ならありがとう、ありがとう。あ、寝させられてる。眠らされてもう7秒間あるから、ありがとう。よし、どうや。あー、ちょっと待って、開いてるよな。もう立て直すか。あーあー、ぐでんぐでんなってるわ。ちょっと待って、起こしてあげよう。ちょ、起こすから、ちょっと待って、ちょっと、はい。あかん、ラグってる。違う、そうじゃない、そうじゃないって。起こさなあかんね、まず。うん、やばい、寝させられた。ちょっと、あーかんもう俺逃げる。グデグデや。はいはいはい。ああ、もう、違うんやって。まず起こさな。まず起こさな。あいつから場所バレてるから。ただでももう、初日やからね、フレディの理解が深まってないね。分かってないやろうから仕方がない。ありがとう。もう逃げるよ。もう逃げるよ。はあ、ありがとう。いや、俺も行くわ。俺も行く。起きないと、あのフレディから場所がバレてるんで、寝てる人間はフレディから場所が常にバレてるので、まず起こして、しかも寝てる人間に治療されても寝てる人間は作業速度が半分になってるので、いいこと何もないですね。一人やられてしまったのは残念やけど、まあ、フレディ戦何回かやって、そのぐらいのことは分かってきたっていう感じですね。この動画も今すぐ上げるか。この動画今すぐ上げて、みんなに知ってもらおうか。はい、ありがとうございました。